可愛い寝顔していると、着物がはだけたままだな。このままでは風邪をひいてしまうか。ありがとうエルル。待たせたな。待ちくたびれたぞ兄者。こっちはもういつだって出られるぞ。うちの血の気の多い連中なんか早く戦わせろとうるさいくらいだ。同じく、いつでも出られます。そうか、全軍に知らせよ。日の出とともに出陣すると。おう。しなければまともに話し合えそうにないからな。なぜそこまでする。この戦もはや俺たちの優位は変わらん。なのにこんな危険を冒してまで。これは私自らが決着をつけねばならないことだからだ。では、あとは頼む。され血を抑えられ、残りの兵は今やこれだけと。まだ諦められるのはお早い。そうですとも、我らは流浪の民、体制などすぐにでも立て直すことができましょう。誰が諦めるものか。あの男の喉笛を食いちぎるまでは何度でも這い上がってくれる。であろうがなかろうが、あの男は落社員が目の前にいるのだ。それがどうして引けようか。来たか。向こうまで誘い込めば。少しの間だけ奴らの足止めを頼む。だが限界を感じたら迷わず撤退しろ。いいな。は
待ち伏せか。してやられたとでも言うと思っていたか。そこまでです。これ以上の流血は無益です。お二方、どうか武器をお納めください。引けません。オンカミアム会といえどこの戦に口出しは無用。白王老王は話し合いを望んでおられます。どうか一度だけ寛大なお心を。今さら何を話し合うことがあろうか。失った。それでも貴様だけはディネボクシリへ連れて行く。必ずだ。お相手しよう。追いかかる。だが多くのものを失ったのはあなただけではないということを覚えておけ。分かったような口を。うん、するようならオンカミヤム会の姫君といえども容赦しませんぞ。仕方ありませんね。参ります。刻んでいくといい。
っちゃけっちゃを。追いかか、本当の私の。どうだ、今の気分は。小野がツボを殺し、子を殺し、世から全てを奪い晒し者にする。さぞ最高の気分なのだろうな。さあどうした、殺すがいい。我が妹にしたように貴様の手で殺すがいい、ラクサイン。違う、私は白鵬だ。落車員などではない。ザレ事を、記憶を失ったなどと言って騙そうなどと、そうはいかぬ。違う、たとえ記憶をなくしたとて貴様の罪は消えぬわ。違う、人じゃありません。小娘が何をほざくか。この男は卑怯で愚劣で非道な我が義弟よ。あんたは何ですか。何、あなたは違うんですか。それじゃああなたは違うんですか。何の罪もない人たちを襲っておいて、あなたが言うその人とあなたの何が違うって言うんですか。返してください、祖母姉さんを、テオロさんを、みんなを。私の家族を返してください。ひどいのは、ひどいのは。エルレン、もうよすんだ。でも、お前は憎しみにとらわれてはいけない。勝手なことなのは分かっている。だが、頼む。白鵬さん。私は白鵬さんを信じます。白鵬さんは落車員なんて人じゃありません。まだ抜かすか。世が落車員を見間違えるとでも。おお、誰だ。何、貴様は一体何者だ。違う、落車員ではない。バカな、今さっきまでは確かに。これはどういう。そうか、影を使って世をたばかる気だな。出てこい落車員、今さら世の顔を見れぬというのではあるまいな。どうした、なぜ出てこぬ。やっぱり白鵬さんは落車員なんて人じゃ。人違いであろうはずがない。確かにここに落車員がいたのだ。人違いなど。惑わされましたね。惑わされる。相手に強い暗示をかけ、偽りの記憶や映像を信じ込ませることです。かけられた相手がそれを事実として望めば望むほど術は解けにくくなります。オリカ漢王は敵の存在を求め、それにつけ込まれたと。黙れ、余はそんなこと信じるぞ。そんなザレ事。いや、まさかあの男。あの男、のれ、よくも余をたばかってくれたな。あれ
それは全てよ。正常を守りせよ。行くか。口から泡を吹いて。ダメだ。すでに息をしていない。クソ、やったやつはまだ近くに潜んでいるはずだ。貴様ら草の根分けてでも探したぜ。はっ。これは一体。正常、これは。織花冠は首筋に刺さっていました。口封じか。おそらく。つまりは、私も、この男も、踊らされていたと。何のための戦だ。何のためにみんなは。アクオロさん。この戦を画策した奴を何としてでも突き止めろ。何としてもだ。御意に。失礼します。トーカさんをお連れしました。ことの次第耳にしております。すべては誤解から始まったことであると。それがしのしてきた数々の無礼、許されざることと重々承知しております。その話信じるのか。このお二方の目を信じまする。あのような真剣な目で見つめられては信じぬわけにはいきませぬから、すでに覚悟はできておりますゆえ、どうかご随意に。そうか、ならばこれ以上何も言うことはないな。方面だ。どこへ行くなり好きにするがいい。は？お待ちを。方面とはなぜに。不服か。いえ、はい、不服にございます。それがしもしてきたことはそちらにとって許されざること。切り捨てた者の数も十や二十ではありませぬ。どうかそれがしに償いを。さすがはヘビンクルガ族の者と言うべきか。その潔白さは敬意に値する。もう戦は終わった。ならばわざわざ死に急ぐことはない。今回のことはある意味お前も被害者なのだ。そしてふっちゃけっちゃおう。だからお前のしたことを問うつもりはない。以上だ。ですが、そんなに罪の意識を感じるのなら死んで償うより生きて償うべきだ。お前はただ死ぬことで罪の意識から逃げたいだけだ。違うか。そのようなことは。なら死ぬ必要などないな。それはなればそれがしをその末席に加えていただけませぬか。何？川屋の掃除でも何でもやります。そしてこの罪を償いたいのです。どうか。いや、それはヘベンクルガの者の府に下回りのような真似などさせたら無能なオーラと笑い者にされてしまう。確かにお前のような者の府がいればこちらも心強い。だがしかし。そうでありますか。なればやはりこの命を捧げるしかありませぬ。
何？どうか我が印をお受け取りください。待て。危なかった。まさか何のためらいもなくやろうとするとは。今のも止めなかったら間違いなくトーカの首が転がり落ちていた。止めてくださるな。やはりこうするしか、それがしに償う方法は思い浮かびません。バカ言うな。どうしてそう考え方が極端なんだ。こうなったら、だからといって目の前で首をゴロゴロと転がされてはかなわんぞ。わかりました。わかってくれたか。それがしとしたことが、やはりここは恰幅するべきでありましたか。全然わかってない。では。待て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 。わかった。配下に加える。だから頼むから、それだけはやめてくれ。本当でありますか。ああ。ありがたきお言葉。この恩は一生忘れませぬ。では早速川屋の掃除をしてまいります。いや、それはいいから。何か、どっと疲れた。でも良かったです。ああ、何にせよ、思いとどまって良かった。いえ、あの人、とっても救われたような顔してましたから、思い詰めた、とっても辛そうな顔をしていたんです。だから、そうか。